ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、ゴールデンウィークのね、あのー、そろそろ開けるところでね、えー、しばらくあの動画の、まあ、配信をね、えー、ちょっとあのうーん怠っちゃってたんだけど、まあ、今日ね、えー、久しぶりにこの動画の配信をしたいと思います。えー、どうこのシャツ。<laughs> あねゴールデンウィーク中にね、あのー、横須賀のさ、ほら、なんだっけ、ドブ板にね、よくあの、うん、シャツ買い行くんだけどさ、あのー、ほら、アロファのね、長袖ってなかなかなくてね。で、まあ、この番組でも、なんかあの、えー、ある方からね、あのー、ちょっとあ、まあ、アロファの長,長袖を着ているところで、それどこで買ったんですかみたいなことでね、え問、ー、質問があったりするんですけど、このシャツすごくない これね、実はあのねえどぶ板でなかなか見つからなかったんでねあの衣笠商店街ってとこ行ったんだよ <laughs>、ね。でそこでさあのちょっとね紳士物のやつがさあるんだけどいったこれ売っててさもうねあのちょうどほらゴールデンウィークにねあのほらいろいろ庭の仕事とかするのに。 えね作業員もいいからなんんて買ったんだよ <laughs> これいくらだっけな799円とかえ九900いくらだったかなまあ1,000もしないんだよなだからねこれファッション業界ってどういうことだろうって思うんだけどさ <laughs> いやこれねちょっと着てて気に入っちゃってさ、あのー、ほら長袖なかなかないのよってぴったりだしね、あのー、近々このまたねあの同じシリーズのやつ 確かね、あと一人前あったからね、あの、買い占めてこうと思ってね、言うわけだけど、<laughs> まあ、そんな話はどうでもいいわ。あの、今日はね、えっと、ご質問にお答えするんだけど、えー、っとね、えー、まあ、倉橋さんね、えー、今日も参考になりますと。うね、えー、この世の中、コロナ拡大で、えー、経済的にも厳しくなり、また自動化になると仕事も増える、仕事も増えるので、ん自動、また自動化になると仕事も増えるので、 え相談ね、えー、お相変わらい早いからってことだね。相談ベーシックインカム導入社会になるように思いますと。ベーシックインカムについては、倉橋さんどうのようにお考えでしょうかってことなんだよな。ーベーシックインカムね、あの最近いろんなね、あのー、ことを騒がれてるけども、どうなんだろう。あのー、もうね、えー、世界中のさ、国がこのね、コロナの関係で。 あの、相当なさ、その、まあ、うん、資金を供給してるよね。で、その供給してる速度というのが、あの、加速度的になっていて、で、結果的にさ、その、もう市場ではさ、さあね、あの、抱えきれない分量のお金が出ちゃってるわけだよね。で、これってさ、あの、ね、政府が国債を発行して、それをに、ね、 えー、とりあえず、ね、一部の金融機関に、ね、供給するんだけど、それをさ、最終的には、日銀が買い取るみたいなさ、あのー、まあ、極端だったらマジックだよね。マジックによって、お金をどんどん増やしてるわけだよね。で、これをまた、ベーシックインカム、ベーシックインカムってのは何かっていうとさ、あのー、まあ、社会保障制度って言ったらいいのかな要するに、えー、ね、今まではさ、まあ、あのー、年金とかね、あの、高齢者に対しての、その、 うんまあ、うん保障していくんだけど、もうここまで来るとさ、失業者の数がね、極端に増えてくると、お生活はできないよねと、と。そこで、まあ、あのー、ね、最低必要なお金っていうものを、要するに、えー、もう国民に配るというね、なんか、社会主義だか、共産主義だかわかんないけど、そんなようなさ、あのー、制度化を、あのー、しようなんていうね、 実際に一部取り入れてる国なんかもあるんだけど、これってどうなのかなと思うんだよね。で、公平っていうことをさ、あの、言うんだけど、公平っていうのはね、あの、要するに、僕は思うんだけど、やっぱりね、努力した人が報われる制度ね。で、このベーシックインカムの場合でも、要するに所得に関係なく、ね、分配する。まあ、つまり、コロナの時にね、じゃ国民一人ずつ、10万円ずつ配りましょうみたいなことをやったよね。 で、結局、一回しかやってないんだけどさ、まあ、ああいう制度のことを言うんだよな。で、まあ、それはね、僕は長続きしないんじゃないかなと思うんだよね。で、そういうことで考えてくるとさ、えー、この間ね、ちょっとあの、テレビでね、あの、やってましたけど、高齢者のさ、その、まあ、いわゆる、ねえ、えー、保険うん、あんじゃん。ね、その、保険の、ね、 えー、保険に対する、その、まあ、何てだっけ、あれ。えー、っと、その保険金、ね、を支払わないからとい言って、結局、そのね、支払いをしない人に対してさ、あのー、ね、えー、現地に行ってね、えー、物を差し押さえたりしてさ、あのー、ね、えー、回収するみたいな番組やってたんだけど、あのー、びっくりしたのはね、テレビとかさ、 差し押さえしちゃってさ、競馬かけちゃうってわけだよな。でさ、あのー、我々ね、その家賃の滞納とかで、あのー、まあ、強制執行とかやるときには、テレビとかね、生活必需品ってね、差し押さえできないのよ。まあ、僕なんかね、若い頃は、あのー、できたけど、最近はね、あのー、できなくなってきちゃったのね。で、昔は、まあ、ね、20インチを超えたテレビは差し押さえできた。まあ、それは贅沢。 っ,て言ったけど今はね二品賃がじゃないじゃんなので、えー、基本的にはさそういうものについて差し押さえができなくなったから「競馬かけてもね一円にもなんないんだよ」とか「彼らすごいなと思ったのは、ね、そのうんテレビとかさ、ね、差し押さえて売っちゃってさ資金回収するみたいな」。まあねあの社会保障制度っていうのはうんまあ確かに公平の原則ね。えー、その公平の原則っってて何かっていうと まあ当然だけども、その、一定のね、その年金とか、まあ、保険料を、まあ日本の場合は海護保険制度をね、みんなが全部積み立ててって、そのお金を使って、公平なね、要するにいい制度を作ろうってことで,で、これはもう結構意外にね、世界中でもあの評判が良くてさ、で、アメリカなんかはそういう制度がないから、じゃあそれをやろうかなんてことを今、 あのね、議論してるところなんだけどもまあこれあの実際にさうーん当たり前だけどもその制度を作るためにみんながさこう、ねえー、所得に応じた、まあうーんね、あの保険料の負担をしてるわけだよね。でその保険料を負担するからある意味で、えー、そういう人たちがあの、ね、その年金なりまたその 医療費なりを控除される、ねえー、制度になってるんだけどもまあこれなかなかさもうすでにさだって、ね、日本のお、まあ、保険制度もう崩壊しちゃってるわけだよねえつまり収入と支出のバ,バランスがさ大きく狂っちゃってるわけだよねで国の財政も全てそうじゃん、あのーねえー、もう賄いきれなくなっちゃってるから。 どんどんお金をねそのうん供給して、えー、やってるんだけどももうこれさ限界が来てるよねってことでその限界が来てるところでまたこのさあのー、ねえー、ベーシックインカム日本は無理じゃねえかなもうそもそも、ね、ベーシックインカムに近い制度っていうかさ確かに金はねその配ってないかもしれないけれどもやっぱり、えー、ある意味でね厚生年金とか まあ、国民年金とかね、年金も、ね、国民全員が入らなきゃいけないっていうね、制度になってるから、まあ、それに基づいてやってるけども、でも結局、制度としてはさ、崩壊しちゃってるわけだよな。要するに、これからどうするのってことなんだけども、これね、なかなか維持が難しいんじゃないかなと思うんだよね。だから、ある意味では、僕はこのベーシックインカムについては、まあ、うんなかなか難しいんじゃないかなと。 で逆にさあのー、今のじゃあこのうんもうこのコロナとかねでまた東京オリンピックとかねその準備するのに相当なお金使っちゃってるわけじゃん。でこれさ回収できないよねこのままでいくと。そうすると回収できなくなってねえー、当然だけども国というのは要するにね えー、じゃあその国債についてどのようにその返還していくかっていうとやっぱり同じ制度を使うしかないんだよねつまり国債をまた発行してでそのお金を返済に充てるっていうようなことだよねで実際にまあ昔のね国債っていうのはまあ金利が結構高かったけど今はもうほとんど金利がつかない状態だよねだから償還期に来たら要するにね利払いを下げてで えまた発行するっていうことになるから、まあ、ある意味では、ね、その自転車操業っていうかさあの日本の,、ね、その国民の方は、ねえーまあ、先ほどの話じゃないけどもその負担をお、まあ、税金もそうだよね要するに、えー、払わなければ、ね、国は差し押さえて競売しちゃうわけじゃん、ね、っていう、ね、あの制度があってでその国民全体に対して、まあ、公平さを保つっていうことなんだけども まあすでにさ、僕はあの、このね、公平な制度と言えないことがいっぱいあるなと思っていて、で例えばさ、えー、最低時給制度ってあるよね。まあ、この間沖縄があ、ね、最低時給制度をもっと上げようないたんってことを、おね、えー、なんかどっかのニュースでやってたけど、ね、確かに沖縄の、ね、最低時給,時給って安いんですよ。だけどそれをね、じゃ首都圏と同じように、 1000、えー、円を超えるような最低時給にし,してごらんっていうこと。ね、で、そうすると、今度ね、就労のチャンスを奪っていることになるんだよ。あの、要するにさ、例えば、うん、そうだね。うん、昔はほら、デッチ制度ってあったよね。で、デッチなんていうのはさ、要するに、手に職つけるために、もう、うん、給料なんかもらえないよね。で、それで、要するに、一生懸命、その、いろんなことを学んで、で、それから、ああ、ね、ね 呃、徒弟制度ってものあって、でそこからのれん分けしてどっかにね、お店出すとか、ね、いうことを、全体的に昭和の時代からやってきたわけだよね。ところがさ、その徒弟制度すらが崩壊しちゃったのはこの最低時給制度でしょ例えばうんだ、どこだったっけなどっかでさ、その、えっ、ー、と、あれ、えー、陶芸かなんかのさ、ね、その、弟子を入れて、で、やってたら、最終的にはそいつが、 ね、今度、労働基準法に引っかかるみたいなことになって、で、結局、あのー、その弟子に対してさ、ね、莫大な金払わなきゃいけなくなっちゃったみたいな。だったら、ね、そんなのやらない方がよかったよねってことになっちゃうわけじゃん、みんな。で、さらにさ、この、今のね、最低時給制度もそうだけども、要するに、ね、あのー、その基準を上げるってことは、その基準を超える能力がないと、ね、えー、いわゆる、採用されないよねってこと。だから 今ね、あのー、大学生が、あのー、ほら飲食店がだ、あのー、ね、えー、要するに、えー、店閉めちゃってる状態でね、あのー、アルバイトがなくなってで結局他のところに行っても要するに、えー、アルバイトがなくてで結局学費が払えなくてね大学をお、ねえー、退学してしまうっていうのがどん,どん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 増えちゃってるわけだよね。でそれは何かったらさまずこの、ね、まず一つはこのコロナのね影響で えー、ねえその、えー、店閉めろ閉めろ、ね、営業するなするな、まあ、ましてはねあこの間 <laughs> そうだよ <laughs> あれさびっくりしたよ俺あのさあ、あのー、ねゴールデンウィーク入ってさであのー、ねじゃちょっと横浜にね夫婦で奥行こうかなんつってさ夫婦で出かけてったのねで当然だけどさであのほら夜はねその多分、うん、酒がダメかもしれないけども ま、昼間だったら大丈夫かなと思って行ったんだよ。ね。そしたら、お酒、提供できませんって言うんだよ。えフル食べて酒飲めなかったら地獄だよ、帰ってね。だったら食わねえ方がいいやってなっちゃうわけじゃん。で、結局、しょうがない。ね、あのー、ちょっとしたね、ランチ食って。で、こっちまで戻ってきてさ、もうしょうがない。あのー、ね、三浦市は、とか横須賀はさ、酒の提供あるから、ね、あのー、ね、酒飲んでさ、で帰ってきて っていうような形じゃんいやーびっくり。あの、これね、あの、またさらに一段とね、厳しいでしょ。なんでかっったら、今僕が言ったように、ね、その、うん、そこそこら高級店ってさ、やっぱり食事だけじゃなくて、やっぱ酒飲むじゃんさ。ね。で、まあ当然ね、そのためにね、電車で行ったり、タクシーで行ったり、ね、あの、運転手が取って行ったりするわけだよな。行ったとき、ところで酒飲めなかったら行かなくなるじゃん。 っていうんんでーっと多分お客さん減ってると思うよ、うん、だからあねあのー、まあ逆に言うと、まあ、今ねこの三崎とか三浦の方は、ねあのー、この間も三浦海岸、うん、でね、あのー、一杯かけてさ、まあ、電車で帰ってきたんだけど、あのー、その時もさすごいんだよ。ねもう見たことないお客さんいっぱいいるの。で「だえこの店こんな若い人来たかな?」っつったらみんな東京とか、ね、あの横浜の。 から来てんのよ。それ何かあったら飲めないから。なんだよ。で、もうワイワイワイ騒いでさ、ね、大騒ぎしてるわけ。で、俺タバコ嫌いだからあれなんだけど、その店はね、タバコ吸えちゃう店なんだよな。で、普段はそんなにお客さんいないんだけど、要するにその日に限っていっぱいいてさ、で、それがみんな、外から来たやつじゃんさ、めんどくさいのがいっぱいいてね、でもう、うまあ、早々帰ってきちゃったんだけど、まあ、この影響ってね、結構もっと大きいものになると思いますよ。 でそうすると、ね、収益性が悪くなってきて、耐えられるとかはいいけど、耐えられなかったらみんな潰れちゃうわけだよな。そうすると、今度は、その、学生が働く場っていうのが、極端に減るわけだよね。で、その極端に減るとどうなるかっていうと、やっぱり、あの、稼げないから、あの、要するに、えー、ね、学校を辞めてしまうっていう子供たちが増えちゃうわけじゃん。で、じゃあ、ね、その、優秀な生徒たちはどういうことになるかっていうと、ね、 優秀な人たちは今度さ、ね、あの、ほら、えっと、いわゆる通学したくても単位取れちゃう制度になってきちゃったじゃん。だったら、ね、わざわざ日本の大学じゃなくて、海外の大学受けちゃおうぜなんて、語学の済んだやつはやっちゃうわけだよな。そう優秀な人たちはみんな日本からはざ離れていっちゃうわけ。で、えー、ね、今度逆にその、もうさっきの話じゃないけども、アルバイトの人たち、これさ、ね、俺なんかそうだよね、今、 あの、まあ、三崎で飲食店。これ神奈川県だから同じなんですよ。三崎だろうが何だろうが。で、そうすると、ね、最低時給制度が、ね、1000、えー、いくらか ?40 円くらいかななんだよね。そうすると、あのー、今まではさ、そのね、800円とか、うで、雇ってたうレベルでね、それからだんだんほら、えっ、ー、と、ね、能力によって昇給して,てきたけど、最初から140円ずつったら、これ、 に達するやつ以外はいらないよってことになっちゃうわけ。そうすると、ここの下の人たち、ね、要するに、まあ、何も知らない子供たちは、働くチャンスなくなっちゃうのよ。つまり、この、ね、その成長する過程のこの部分がスパッと外れるわけ。だから、あ逆に言うとさ、あのー、ね、ええー、まあ、少しちょっと重労働なところとか、あと能力のいるところしか、あの、アルバイトの、 チャンスなくなるわけじゃん。でましては今度ね、あの、手に職つけるとか、あの、そういうところの、例えば、えー、ね、自動車の整備工場とか、あの、さ、ね、自動車の整備工場だって結構今能力いるよね。で、あの、そういう面で行くとさ、まあ、そういうところでの、このアルバイトとか、ね、ガソリンスタンドのアルバイトとか、まあそういう形でやってきたときに、やっぱり、ね、本当は、ね、まあじゃあお前800人だったらね、 じゃ雇ってやるから、まあ来年な、消費してやるからね、えー、そこそこ頑張るな、なんていう話ができないんだよもういきなり、こっから入れなきゃいけないから、選別しちゃうじゃん。そうあ、ダメだ、こいつ口利けないわとか、ね、満足に挨拶もできないわって言ったら、誰も入れないですよ、そんなの。ってことになっちゃうわけじゃん。だこれね、社会保障制度っていうのはなかなかね、あの、僕は、うん、ね、えー、公平なようで、不公平な社会を作っちゃうと思うよ。 うん、だから僕はあんまりこのねうーんむしろあの働く場のチャンスを与えてあげる、ね、でそういう中であの自由なさともね当たり前だけども何て言うかなうーん、ね、能力が高ければ高いなりの収入がちゃんと得られてねで能力が低ければ低いなりの、まあ、デッチ暴行みたいなあの今までのね従来のその うん、社会の方が、帰って幸せだったんじゃないですかってこと。ね、で、今、あの、若い人たち見てるとさ、なんか元気ないしさ、なんか、将来の夢ってほとんど持ってないんじゃないので、まあ持ってる人も中にいますよ。だけど、ほとんど持てない社会になっちゃったんじゃないので、これがまた今度さ、ね、この、うん、やわベーシックインカムだ、なんだかんだ言った時に、この税収の問題出てくるよね。うと、うん、まあ、これもね、 あのー、まあ僕みたいにね、あんまり、この、うん、語学が堪能じゃなければさ、まあしょうがねえか、日本に良かってなるかもしれないけど、ね、普通にさ、英語が喋れて、えー、ちょっとしたね、その生活のスキルが、あね、えー、ある人たちだったら、別に日本になくていいやってなっちゃうんじゃないのかな。そうすると、日本の経済っていうのはね、僕はどうだろうね。うーん もっそこはやっぱさ、あのね、えー、その社会保障制度を充実するのもいいんだけど、やっぱり働いた人たちがちゃんと、ね、幸福感を味わえるような、また逆にね、その大学出なくても、要するに高校卒でも、ね、下手さ中卒でもさで、要するに将来に夢が見れるような社会を作ってあげた方がいいんじゃないかなと思うよね。 あねえ、まあ昔は田中角栄っていうね、あの、うん、ねえ、あの、総理大臣いたけどもさ、彼なんかなってもうね、あの、まあ最終的にはね、いろんな形であれなんだけど、まあ、その、ねえ、学歴はそんなにないけれども、要するに、えー、いろんな努力をして、で、結果的に、ね、え総理大臣になった人じゃないですか。で、そうすると、あの、あ、ねえ、 別に学歴社会じゃないんだなっていうことを気がつくわけだよね。ところが、今はさ、この、すべてが学歴社会になってきちゃってて、で、人の評価っていうものも、まあ、いろんな、ね、その、学歴で評価するよね。本来は職歴で評価しなきゃいけないわけ。そうすると、例えば、さ、ね、高校出て、ね、その、うん、その後に、じゃあ、例えば、これこれこういうことをやってきて、で、それから、これこれこういうことをやってきて、で、職を積み重ねてきた、 この職歴を見てね、あ、こいつできるなっ、ね、っていうような、その、うん、なんとかな、成功事例みたいなのが、やっぱりどんどんなくなりつつあるよね。それは一番最初の、ここのね、最低時給制度っていうことで、あの、明らかに、その、働くチャンス、失わっちゃったんじゃないですかってことだよ。うん、あの、これね、別に、あの、僕が経営者だから、そのね、人を安く雇うってことじゃなくて、逆に、賃金っていうのは、 その人の人能力だと思うんですよだからそういう面でいくとやっぱりそだってさ中高校生とかのアルバイトでいましてねあの、まあ、大学生だそうだよね社会に出てない人が社会に出てきていきなりさ最低受給制度 <laughs>、ね、払っちゃうよねそれはね僕はまあしょうがないまあうちとしてはねあのそういう形で払ってるけども働く人たちがその意識持たないとダメだよ逆に言うと でその最低時給制度で働いていてねで、えー、それが当たり前だと思っちゃってるから次の能力が身につかないんですよあ笑っちゃったのがねあれだよいやびっくりしたねあのアルバイトの子がさ、ね、あの今度ほら就職してねあのん,なんか、えー、退職することになったのよアルバイトだよ <laughs> そしたらさいきな、ね、有給消化お願いします」はね知らなかった俺。 アルバイトに有給があるって知らなかったんだよ。でも結局調べてみたらあ、そうらしいから、まあしょうがない、有給消化していいよって言ったんだけどさ。<laughs> まあ、いや、びっくりですよ。あ、あのー、ね、えー、ね、まあいろいろさ、今まで面倒見てきたつもりでいるんだけど、まあ、それで最後ね、あのー、うん、有給消化。だからしょうがないね、決められてるんだから。それは、有給消化、しょうあれだけどさ、アルバイトで有給消化だとさ、ね、あとは、 最低時給制度だって言ったら、いや、本当に選ぶよ。うん。人をこれから選ばなきゃダメだなと思った。うん。だからそうすると、やっぱり今度、ね、その、不良が増えていくんじゃねえのうん。要するに働く場がなく,なくてさ、で、就職できなくてさ、世の中に不満を持ってね、で、いう人たちが増えれば、ね、あの、日本の国家のさ、その治安も悪くなると思うよ。 で、これから先、まだね、さらに治安が悪くなる可能性はあるわけじゃん。うん、だから、まあ、このベーシックインカムっていうね、物事の考え方って、あの、公平なように見えるけど、僕は不公平なあの制度になっちゃうんじゃないかなって、最終的には思うね。うん、まあだから、うん、国家っていうものが、どういうものなのかっていうことが、なんとなくこう、全体的に分かりづらくなってきちゃったんじゃないのうん、まあそういう中での議論だから、 まあ僕はあんまりベーシックインガム、ね、賛成じゃないね、うん、むしろ、うん、否定的な立場じゃないかな、うん、と思いますね、まあ、ちょっと余計な話でしたけど、まあ、ご質問があったんでお答えしました、えー、それではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています是非ですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね え、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。